デビッド・ボウイを40年もうちょい撮り続けてて、今年初めに亡くなりましたんで、亡くなって2、3日はぼーっとしてましたけど、そのうち今まで撮った写真をできるだけ多くの人に見てもらうために、それの一環ですね。デビッド・ボウイと最初に会ったのは1972年ですね、ロンドンで。最初はT-Rex 撮りにロンドンに行ってたんですけど、ボウイのことは全然知らなくて、僕の中に情報全然なくて、それでロンドンに行っていろいろ噂を聞いて、初めてコンサートを見ました。それはルーリードと一緒のジョイントコンサートでした。だいたい最初の1972年の出会いはそういう感じで、素晴らしい出会いでした。やはりヒーローズのレコードカバーに使ったこの写真、この写真好きですね。やっぱりヒーローズの写真が愛着あります。大雑把に一言言うと自由ということだと思いますね。要するに東西の壁を挟んで歌われた歌ですけど、一日だけでもの自由っていうのは東も西も自由に行ったり来たりできる自由さっていうのも意味があるような気がしてます。多分彼は広い意味で自由を歌ったんじゃないかなと思ってます。